ゲールロズとは、北欧神話に登場する、下の巨人で、ギャールプとグレープの父である。死後法によると、ある日、ロキが鷹になって空を飛んでいると、ゲールロズは、ロキを捕らえ、トールに魔法の力体と土を持たせず、自身の城におびき寄せるように脅迫した。彼は、トールのことを嫌っていたのである。ロキは、その要求を呑んだ。ゲールロズの城へ向かう途中、 ロキとトールは女巨人グリーズの家に立ち寄った。彼女はロキが部屋を離れるのを待って、トールに何が起こっているかを話し、彼女が持っていた鉄の手袋、魔法の力タとグリダボルという棍棒をトールに与えた。トールはゲールロズを殺し、さらに見つけられただけの他の下の巨人もすべて殺した。この物語はトール三家の中で語られている。 グリームギルの言葉の中には、同じく、ゲールロズという名前の人間の王が登場する。オーディンは、彼の無慈悲さへの罰として、彼を死に追いやる。娘の一人、グレープの名は、土星の衛星のうち、北欧軍と呼ばれる、天体軍の一つ、グレープの由来となった。ありがとうございます。